これはね、あの人種的な話とはまた離れるんですけど、日本国内でもあるんですよ。何かっていうと、生活保護に対して皆さんイメージ悪くないですか？どうでしょう？でね、いくら困ってる人たちでも生活保護だけは勘弁してくれっていう人たち結構いらっしゃるんです。コロナ禍、派遣の人たちからどんどん仕事切られていって、住まいも失っちゃったんです。寮に入ってる人とか、年齢問わず大きなターミナル駅には10代後半から70代80代までいたんですよ。ガードマンの仕事してたけど仕事失ったって。で、私議員バッジついてなかったんですけど、その福祉につなげるってことをやってたんですね。で、その時に持ち金はあったんだけれども、24時間空いているカフェだったりとかサウナとか行ってたけど、現金が少なくなってったから、もう路上で、で路上っていきなり無理だから、大きなターミナル駅で生活をすることになったんだと。非常に申し訳ないんですけど、所持金おいくらですかって話をしたら、今もう5000円しかないとか、1000円しかない、数百円しかないっていうたくさんの人たち、どうやってその人たちを見つけるかって言ったら、ものすごく簡単で、全財産持ち歩いてるんですよ。で、何が言いたいかってことなんですけど、その人たちに、今この状況だったら、福祉につながった方がいい、生活保護を受けた方がいいですよ、つながしてくれませんかって話をしたら、断られるんです。生活保護だけは嫌だって。どうしてそんなことになると思います？生活保護に対しての間違った知識を植え付けたのは、野党時代の自民党なんですよ。世耕さんとか片山さつきさんとか、生活保護は不正受給だらけだっていうイメージを刷り込み続けたんです。だからコストカットしろって。ちょっと待ってくれ、この国においてのセーフティーネットは生活保護か刑務所しかないんですよ今。それを考えた時に、生活保護は本当に困った時に受けてもらわなきゃダメなのに、水際で返される、あんた若いね、まだ働けるだろうって。もうすでにそんな状況にあるのに、そこをさらにつながりづらくしていくような空気を政治で作っちゃったんです。不正受給だらけって全体のどれぐらいあんのって言ったら、今の状態だったらだいたい 1.7%、 全体の 1.7%、 つまりは 98% 以上が適正受給されてる。 1.7 を是正しろよ。普通でしょ。金額に直したらもっと下がる。 0.29%、 その 0.29% の不正を是正すればいいだけなのに、全体がどうして怠け者だって話になるの。それがなかったら生きていけない人たちいっぱいいるし、もうどうなるかわからない。このままじゃ、このままじゃもう奪うしかないか、自分で命絶つかっていうところに、生活保護に対しての、いや、やめときます、それはさすがに、そんな思いを植え付けるような政治の場での発言、テレビでの放送、絶対に許せないですよ。だって私自身が将来的に利用する可能性だってあるし、皆さんだってそういう場面が来るかもしれない。だって1時間後の自分分かりませんよ。1週間後の自分分かりません。1ヶ月後、1年後、困った時に確実にそういうものをつながれるような社会にしていかなきゃダメですよね。国会の中でそういったヘイト、それを煽るような者たちがいるっていうのは決して珍しい話じゃない。それは人種差別だけじゃない、国内に向けてもそういう矢は放たれてる。人間の命なんてとっくの昔に暴落してるんです、この国は。だから30年この国では経済を破壊されて、一部だけが持ち続けて多くが貧困になってる。この状況を変えていくため、その一つとして今言われたようなヘイトであったりとかっていうものに関してもしっかりと道筋を立てていかなきゃいけない。そして自衛隊員を守るためにも、任務上そういうようなことが言われた時には当然上官責任、これが取れるような形、そういうものを追求していく必要があると思ってます。まあ、例えばそういうものは軍法会議が必要だから憲法改正がいるだろうみたいな話あるんですけど、私は憲法改正をしなくても自衛隊法の改正だったりとか、さまざまな手段でそういうことが実現できるようなことをいろいろ話し合いさせてもらいましたよね。はい、それはできるんです。憲法問題にしちゃいけません。刑法と自衛隊法を変えればできるって、僕らチームを作って、ね、衆議院の法制局、法のスペシャリストたちと組んでやってできるって、つまり法案を作ればよろしい、それだけの話です。それで我々は初めて法治国家と言えるんです。ちなみに僕は自衛隊の教員17年間やっております。
自衛隊の人たち教えてるってことですよね。ありがとうございます。まあ、とにかくですね、さまざまな世界で起こっている紛争、その根元にはヘイトというところからスタートしていると、そういった部分をこの日本国内でもそういったものを防いでいく必要がある。それだけじゃなくて日本を守ってくれている、特に災害の時にはこんなに頼りになる存在はいない自衛隊員、この人たちを守るためにもさまざまなこれから立法、そういったものが必要になってくると思います。そのためにも人数を増やさせてください、令和新選組に。よろしくお願いします。今ね、情勢調査っていうので倍増するって言われてます。でも元々が3なんです。これが6になる、6以上になる可能性があるってことなんですけど、それじゃ足りません。とんでもない相手にやり取りするためには、与野党ともにプレッシャーかけていくためには倍増以上、少なくとも2桁目指させていただきたいんですね。どうかあなたの周りの方々にも、選挙行かなそうな人、興味なさそうな人、特に比例は令和って書いてね、ぜひ広げていただきたいんです。どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうも。将来に不安しかない、そんな人が増えていく国で、この国の未来なんてもう真っ暗なんじゃないかって思っちゃう人増えていくの当然です。そんな国弱すぎる。強い国作りたいよ。強い国作るんだったら一人一人が未来に対して希望を持てる、自分自身に自信が持てる、そういうような国作りしていかなきゃダメなんですね。そのための基礎は何か、まずは30年のこの不況終わらせるしかない。30年奪われ続けてきたものを取り戻す、失われた30年、失われた30年の所得を取り戻す戦い、その先頭にどうか令和新選組を立たせていただきたい。どうか皆さんお力を貸してください。国会内での空気は読めるが空気は読まないという勢力、大丈夫ですかあなた、毒でも盛られたんですか、もしもしお医者様いらっしゃいますかぐらいに寝込んでるおっさんらいっぱいいるんですよ。居眠りしまくってるやつ、そういうおっさんらを叩き起こすようなえぐい質問するのが令和新選組でございます。そういう者たちを一人でも多く国会の中に送り込んでいただきたい。そのためにも比例は令和、ひらがな3文字で比例は令和でご支援ください。よろしくお願いいたします。はい、ここで皆様に2点お願いがございます。ぜひ動画を最後までご覧いただきたいなというふうに思っています。早速本題からいくんですけれども、2点目のうちの1点目ですね、 YouTube のチャンネルメンバーシップの登録、月額490円からとなっているんですけれども、そちらの方をね登録していただきたいなというふうに思ってるんです。まあ YouTube のチャンネルメンバーシップに登録して何かメリットがあるんですかと言われたらちょっと心苦しいんです。そんなにメリットは正直言ってないと思うんです。あなたに対して何か与えられるものはないのかなと思うんですけれども、とにかくね、伊達和則を応援したい、伊達のファンだよという方がいらっしゃいましたら、チャンネルメンバーシップ月額490円ですので、ぜひご協力お願いしたいなというふうに思っています。で、2つ目なんですけれども、いやいやいや、伊達和則を直接支援したいよという方がいらっしゃるかもしれないんですね。そういう方がいらっしゃいましたら、銀行振込でのご協力ご支援も受けたまわっております。銀行はみずほ銀行になります。で、口座情報は概要欄の方に載せていますので、そちらの方をねご覧いただいて、手続きの方を進めていただけたらいいかなというふうに思います。まあ僕としては直接支援がありがたいんですけれどもね、 YouTube のチャンネルメンバーシップとかスーパーチャットになると、 YouTube がごっそり手数料を持っていっちゃうんですよ。だから私に入ってくるお金というのは非常に少なくなるんですよね。それに比べて銀行振込だと、そのまんま私の活動費とかね、機材購入費とか、まあ、そういうものに充てられるので、できればね直接支援の方がいいんですけれども、まあ、直接支援でもいいし、 YouTube チャンネルメンバーシップでファンになる伊達和則を応援するという方法でも構いませんので、ぜひご協力していただき、ご支援していただきたいなというふうに思っています。ということで本日は2点皆様にお願いでした。以上です。ありがとうございました。